おはようございます。メリカミタイチです。今日はクリスマスにぴったりのフォアグラのポワレ、そのままフライパン一つで作るポルト風味のソース、あと旬のバターナッツを使ってガルニチュールを用意します。この料理思ったよりも簡単にできますので、ぜひ挑戦してみてください。それではフォアグラのポワレ一緒に作っていきましょう。今回使っているフォアグラはフォアグラドゥキャナ、カモのフォアグラを使っています。まずこのように大きいロブと小さいロブに分けます。その後まずフォアグラをエスカロップに切っていきますけども、ここで切るときに重要なポイントは、まず包丁をお湯できっちり温めてからこのように切ります。温めていないとフォアグラが割れてしまいます。ですので包丁をお湯で温めてから水分を取って、このようにエスカロップに切っていきます。もちろんフォアグラも冷蔵庫から出したてのものを切るのではなく、30分から1時間冷蔵庫から出して常温になっているものを切った方がフォアグラが割れにくいです。焼く直前に汗染め、塩コショウで下味をきっちりと両面つけます。まずフライパンを温めます。油も何も引かないでまず温めて、熱くなってからフォアグラを置いていきます。このように温度が上がってくるとフォアグラが溶けて油が出てきます。この油できっちりとポワレしていきます。きっちりと色がついたところでひっくり返します。ひっくり返した後はアロゼをしていきます。アロゼするときはまず色のついてないところを重点的に、あとは全体的にフォアグラの油でアロゼしていきます。火が入ったかどうかはこのように触って、中の方にまだ硬い芯があるのであればまだ火が入っていません。ですのでもう一度ひっくり返してまたアロゼをして、最後火を入れていきます。フォアグラに火が入ったので、とりあえず引き上げてこの焼いていたフライパンでソースを作っていきます。焼いている時に出た油を置いておいて、また最後ソースを作る時に使いますので置いておいてください。今回は赤のポルトを入れてフライパンについている旨味を剥がしていきます。もちろんこの時アルコール分を飛ばします。そこにフォンドキャナを入れてソースを仕上げていきます。フォンドキャナの取り方は、前回にも挙げたフォンブランドボラ油、鶏の茶色いだし汁を参考にしながら、鶏ガラを鴨の柄に変えて取ってください。また概要欄に貼っておきますので、そちらを参考にしてください。ソースが煮詰まったところで、先ほど取っておいたフォアグラのボラを入れてソースを仕上げていきます。もちろん味見をして、味を整えてください。今回ガルニチュールはバターナッツをパピオットにして火を入れたものです。またこの作り方は詳しく説明して動画を上げますので、そちらを参考にしてください。このパピオットというキュウソンですけども、自身の持っている水分だけで蒸し焼きになるので非常に甘さが増して美味しいです。
今回バニラと生姜とニンニクを入れてパピヨットにしました。火が入っているかどうか刺して確認して、火が入ってますのでこれを切っていきます。今回は生姜、ニンニク、バニラ、バターだけですけども、タイム、ローリエなどを入れても非常に美味しいです。今回バターナッツを使いました。こっちでいうかぼちゃですけども、水っぽくてあまり美味しくないです。このバターナッツがどちらかといえば日本でいう南京かぼちゃに似ていて、味が濃くてホクホクしていて非常に美味しいです。それでは盛り付けていきます。温めたお皿に先ほど切ったバターナッツを置きます。そこに先ほどポワレしたフォアグラを置いて、ソースをきっちりとナッペして全体的にかけてやります。あとはお皿の中に食感にアクセントをつけたいので、かぼちゃの種をローストしたものを散らして、最後にフルドセル、あと黒胡椒、粗くひいたものをのせて完成になります。今回ガルニチュールはちょうど季節が美味しい旬のかぼちゃを使いました。あとは季節のフルーツを使っても非常に美味しいと思います。イチジク、梨、ポアですね、あとリンゴなども非常に美味しいです。もちろんシャテンなども合うっては非常に美味しいと思います。いろいろ季節のフルーツを試してみてください。このフォアグラのポアレですけども、皆さんが思っている以上に簡単だと思います。他の肉のキュイソンと比べれば本当に両面焼くだけでほぼ火が入っています。ですので家でも簡単にできると思います。ぜひフォアグラが手に入れば家で作ってみてください。もちろん今回クリスマス用として紹介しています。クリスマスのディナーにちょっとフォアグラを添えたらおしゃれだと思います。ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。Bon appétit!